日本作曲家協会公式チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ナビゲーターの星野くるみです。本日は欅ホールで行われました日本作曲家協会主催の2022交流会&シンポジウム、今回は第2部シンポジウムの模様をお届けします。今のこの時代をどう乗り越えるかをテーマに、レコード会社、放送局、音楽出版社など貴重な意見が交わされました。それではどうぞ。はい、それではですね、改めましてご紹介をさせていただきます。座長であります公益社団法人日本作曲家協会会長、源哲也先生。座長補佐であります公益社団法人日本作曲家協会理事長、徳久浩二先生。一般社団法人日本作詞家協会会長、石原慎一先生。同じく一般社団法人日本作詞家協会副会長、国京介先生。日本クラウン株式会社クラウン制作部プロデューサー兼株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ第二制作部プロデューサー、殿村隆夫先生。続きまして、キングレコード株式会社キングレーベルクリエイティブ本部第一制作部第一制作グループチーフディレクター、港直子先生。続きまして、株式会社ラジオ日本音楽出版番組プロデューサー、中奥優子先生。最後になりましたが、株式会社日音エグゼクティブプロデューサー、平田康弘先生。はい、それではですね、大変な先生方が揃いました。これから演歌歌謡曲はどうなっているんだろう、いくんだろうと、またその、現状ですね、今はどうでしょう、将来はどうなるんでしょうと、この辺が、まあ、皆さんも一番こう気になるところだと思います。簡単にちょっと答えていただければと思います。お邪魔いたしまして、殿村でございます。例えば YouTube サブスクリプションで、まあ、100万回って言ったらもう結局金額に直せば100万円でも、CD が1万枚売れれば、やっぱりそれ1000万ぐらいの収入になるわけですね。まあ、そういった格差が実は目に見えている枚数とかその数字以外に、同時に生じているというのが、今の音楽業界、特にレコード会社の抱えるいかにクリアしていかなきゃならないかなという、そういう問題点なのかなとは思います。おそらくですね、この先CD というものが今のように流通しなくなって、目に見えない形で音楽を得るようなことになっても、おそらく社会はそれに馴染んでいく、いかざるを得ないことになるのかなと、私はとりあえずはそんなふうに思っておりますが、こんな感じでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。続いては、キングレコードの港さんからも、港さんは今の歌謡界どうお考えでしょうか、それをお聞きしたいと思います。キングレコードの港です。どうもこんにちは、よろしくお願いします。はい本当に時代の音楽というのは流行歌だなというのをしみじみ感じます。流れていく歌と書くので流行歌なんですけど、それが流れていきながらまた循環するというか、また戻ってきたりとか、そういったものをあらゆる、もう本当にこう多方向というか、いろんなこう方向性で感じられる音楽のジャンルというか趣向をこれから発信し続けてはいけないなっていうふうに感じています。まだまだ可能性はあると思っています。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ラジオ日本音楽出版、中奥優子さんに。皆さんこんにちは、ラジオ日本音楽出版の中奥と言います。今日よろしくお願いいたします。ビデオリサーチ調べの中でいくと、だいたい演歌歌謡曲の番組は60代以上の方がよく聞いてられるという中で、スマートフォンとかお持ちの方ももちろんだんだん増えてきてはいるんですけれども、
コロナ禍になったおかげでスマートフォンでラジコというアプリを通して聞いている方がもう格段に増えたなというのは、まあ、お便りやいろいろなあの調べでだんだん分かってきました。でうちでかかった曲問い合わせがあったらこうやって変えますよっていうことが何かできてきたらいいのかな。それはレコード会社さんなんかと一緒になって考えなきゃいけないのかもしれませんし、今後ちょっとそういったことを考えて、まあ、音楽出版としての広げ方をあの考えているというような感じです。すいません答えになってないかと思うんですけれども。はい、ありがとうございました。続いてやはり同じく、メディアを代表して平田さんお願いいたします。失礼しました。私日音の平田と申します。よろしくお願いいたします。 YouTube や1年半やってやらせていただいてるんですけど、意外にド演歌の方の方が、視聴者数多いんだなっていうのがちょっと分かりまして、あの視聴率本当地上波非常に苦戦しております。で若い方たちはほぼほぼテレビ見ないという、私の息子娘ももうあの25超えてますけれども、テレビ自分の部屋にいらないって言われてびっくりしちゃうっていう。ただこれ先ほど中岡さんがおっしゃった通り、このラジオが案外これもいいんだな、意外と、ネットとの親和性テレビよりも意外にあるな、まあ、本当に次の次世代のスターっていうのをもうなんとか作っていかなきゃいけない、そこら辺は一緒にあの先生たちやまたメーカーさんプロダクションの方たちと、引き続きいろいろなトライをさせていただきたいなというふうに思っております。はい、私の方は以上でございます。ありがとうございました。今作詞家から見た現状現場どう思いますか。作詞家協会の石原慎一です。よろしくお願いします。今あのリスナーの話で言うと演歌歌謡曲は大体60代以上だという話をして、それまさしくそうだと思うんですね。であえて私が言うとすればこれはシニアソングという名前をつけようかなと思ってます。でシニアソングを聴くのは誰か、シニアです。どうすればシニアソング、素晴らしいシニアソングを作れるだろうっていう作品作りに正面から向かい合えるような季節がこの2年半だったような気がいたします。よくあの洋服でも何でも言いますよね、時計でもそうですけども、ヴィンテージという言葉があります。でヴィンテージっていうとちょっとかっこいいですよね。で古臭いとはちょっと嫌ですよね。僕たちはヴィンテージの誇りを持って歌を作っていくべきなような気がいたします。そんな感想を冒頭ちょっと申し上げました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてやはり同じく作詞家の立場から、国清介先生にも一言。はい、国清介です。よろしくお願いいたします。このコロナ禍の状態で仕事ができなかったためにこれがスタートされたんだと。でもこれからは YouTube 等の配信においてとてもその大事なことなんだなということもちょっと知りつつあるんだけど、ですからまあ成り行きで今作品をいろいろ出しておりますけれども、 それが将来どうつながっていくんだろう。まあそのうちに流している歌がですね、何か評価をいただけるの時期が来るのかなとか、こんなふうなことを感じながら、歌謡曲ポップも書けばいいし演歌も書けばいいしという、そういうちょっと腹をくくったところで今ここにいさせていただいているんだなというふうに思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。最後に総括で、徳久理事長に、最後締めていただきたいと思います。皆様、徳久幸司でございます。で、まあ、とにかく昔からね、歌は世にせよ、弱は歌にせよじゃないけども、やっぱりもう様変わりしてきてるのはもう確かなんです。だから僕らでさえもうついていけないところはいっぱいあります。ただ一つだけ言えるのは、やっぱりその音楽歌っていうのは絶対なくならないし、どういう形でただその歌っていうものを残していくのは我々のこの歌に携わっている作家であったり、やっぱり出版社放送局であったり、やっぱりそのそこが残していくしかないんで、もう簡単なことですけども、今日会員の皆さんもね、こんだけいらっしゃってて、
やっぱりもう原点、もう歌を作るしかないんです。他に方法はないんです。歌を作って残していくしかないんで、とにかく作品を残していく、ここしか、道はないと思ってます。他に方法はありません。いい歌を作ってまだまだ頑張っていきましょう。ありがとうございます。いや、本当にね、心にじんとしみいる総括の言葉でしたし、本当作るしかない、全くその通りだと思います。いい総括でございました。それではですね、皆さん、現、座長さん、それから、徳久座長補佐さん、そしてパネラーの先生方にですね、大きい拍手をどうぞお願いいたします。ありがとうございました。いや、今日は本当に勉強になりました。ありがとうございました。この村先生、ありがとうございました。